スススラスラスラースチャンネルですさあ、大変申し訳ないんですけども、昨日に引き続きまして、動画を消してしまいました。2回目ってことでね、もう本当に情けないんですけども、まあ、ちょっと道順だけ説明させてください。小伝馬町の駅を出まして、日比谷線の方面に南下していきますね。人形町方面に南下していくと、 堀留町って交差点があるのでそこを右に曲がってしばらく行くと右手に成獣券が見えてきますきれいに土日祝日休みとなっております平日に行くしかありません普通に働いてる人にはちょっと厳しいお店かもしれませんこの手の店にしては珍しく現金以外の支払い方法もありますさあまずはどら焼きからいってみましょうこのお店の名物はどら焼きでございます 普通のドラ焼きと同じような見た目をしております。こちら大判が250円。一方で20円安い小判というのもありまして、そちらはオムレットみたいな感じで包んであります。生地がちょっと少ない分値段が安いのかなと思いますね。食べログスイーツ100名店東京版に載っているドラ焼きの名店。これにてコンプリートでございます。 今のところナンバーワンは亀重のどら焼きなんですけどもこちらのどら焼きはそれを上回ることができるのか他のお菓子も見てみましょうこちらは栗まんじゅう漫画「ドラえもん」ではねバイバインをかけて無限に増殖していく栗まんじゅうなんてありましたけどもねそれに見た目結構似てるような気はします 栗まんじゅうなんて食べるの初めてなんですけどもねてかおやつに栗まんじゅうって渋いですよね <laughs> まあドラえもんはねドラ焼き大好きなんですけどもこのドライ焼きが好きなのかどうかは定かではない遅い時間に行くとねこれらの商品売り切れていることもありますから早めに行ってくださいそして長沢くんの頭みたいのが出てきましたけども栗もなかですねこのお店で扱っている和菓子はこの3種類くらいしかないかなと思います ドラ焼きのね、大判小判の違いはあるんですけども、本当にこれくらいで、他の和菓子屋さんと比べてもだいぶ種類を絞っていますね。さあ、査定はどうなるのでしょうかそれでは参りましょう。聖受験さんの査定は C ランク35点。のの一言砂糖の塊ということでね聞いてみましょう。いやこれはねちょっと和菓子にした大滑りですよ。本当に大滑りのただの砂糖の塊としか思えないようなね、えー、ものたちばかりでございました。じゃあちょっと内訳をご覧ください。はい ね、どら焼き確かにね大きくて結構迫力ある感じではございますけども大きいだけですねあの生地とかあんことかに大した特徴はございません他のお店のどら焼きそれこそ三大どら焼きに入ってるどら焼きを食べた方が、えー、まだ全然いいのかなと思いましたでモナカこれが一番良くなかったですね今までさいろんなお店のモナカを食べてきました で大半のお店は皮がパリッとしてるかあんこがしっかりしているか、ねえー、で今回どうだったかというと、えー、砂糖の塊でした、はいえー、あんこがベタベタしてるんですねでモナカの皮自体も砂糖の塊なんですよ正直言って、えー、モナカらしい皮のパリパリ感ではなくて砂糖の塊感しかなかったこれが非常に違和感もう全くもってダメですね で栗まんじゅう、これもザ・砂糖の塊ですよ。<laughs> ただ、塊をなんかほぐして食べてるだけだなっていうね、えー、味わいに乏しい。 栗栗とか入っっててるんだろうけど、全然その栗って感じでもないまあ僕の口に合わないだけっていうのはあるかもしれないんですけども和菓子屋さんでもねしっかりやってくれてるところっていっぱいあるわけですからそういうところに比べるとここに行くメリット全くないなと思いました。ということで C ランクのね、えー、厳しい評価っていうことにさせていただきます。 はいということでなかなか厳しい辛辣な評価になってしまいましたね <laughs> まあなんか季節の上うう生菓子とかそういうのがあるともうちょっと変わったのかなと思うんですけども本当に季節感とかもなくてねただただなんか茶色いだけの倍もしない感じでしたので、えー、残念ながら評価は下がってしまいましたまあこれでね三大どら焼きの和菓子屋さんの偉大さっていうのは よくかかったんじゃないかないいと思いますね。どら焼き以外のお菓子にもしっかり力を注いでいてバラエティ豊かでっていうところが非常に好感を持てるんだなっていうところが僕の中では分かりました和菓子屋さん結構優先的に制覇していってるのでだいぶ残り少なくなってきましたがまだ1軒。 和菓子祭りできるお店ありますのでね、みょ谷のお店なんですけどもね、そちらの方も近日伺いたいと思いますので、皆さんお楽しみに、この動画が良かったと思う方、は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。